回ブログにプラスして映像配信というコーナーを作りました。よっ、めでたい ね、うん、めでたいめでたい。そう、文字では読み取れないいろんなニュースとか、うん、ね、実際映像を通して、うん、このね、あの髪の毛伸びたり、うん、パクった、うん、肌の色が変わってきたとか、季節の変化があるとね、まあ、夏は黒くなってね、そうそう、冬は白くなったり、でまた夏黒くなったりね、うん、まあ、そういうことを伝え、ね、映像を通して、うん、はい、あの、はい、皆さんお時間のある時に 見てもらえればなと思いね、はい、はい、まあ、あの別に内容は特に決まってないっていう、何も決まってない感じなんですけど、だって俺たちフリースタイルじゃん。そうね、そこでしょ、そういうの欲しかったでしょ。そういうの欲しかった。そうそうなんです、そうなんですよ、いろいろだとね、いろんなニュースをフリースタイルでお届けするんで、です、田中剛太のラップも届いちゃうかも、時々ね、時々ね、第2回目3回目あたりをちゃんとチェックしてれば、インフミ、インフミ、うん、インフンで、そうね、ログフリースタイル、あと僕たちのごはまってることや ね、最近好きなもの、食べ物から、食べ物から、グッズ、そう、ギア、ギア、あ、うん、ギアね、かっこいいね、そう、いい日々だね、もうたまにはこう自転車オタクみたいなことを喋ってみたりとかね、あの、普段喋んないですもんね、喋んない、うん、BMX のこととかは普段全然喋んないんで、まあ、こういう時間、この3分間で、ね、ね、そういうコーナーを載せればなかなかリアなんじゃないかなっていう、ね、あとお酒飲みながらね、へーとか言いながらね、たまーにエトロカノーズだったね、はぁ、はぁ、はぁ、そういうこともあり、はい、な、まあ、楽しい映像にしていきたい、月に1回ぐらいできれば、うん、できればいいっすね、調子が良ければ月に2回、うん、月2回ぐらいな感じの、まあ3分間を、まあ1回あたりだいたい3本ぐらいね、うん、撮りたいと思うんで、そうだね、まずはこれは第1回目の1です。なので、ブログをチェックした方、映像のチェックしてみてください、よろしくお願いします、はい、それでは2へレッツゴー、ダサーダサーシーワギまた大丈夫オッケー、まあ、いいんじゃない。